はい、こんばんは。今日はね、7月29日の金曜日。このゲームの金曜日の深夜といえば、そう、シューガーリパックの切り替わり日なんですよ。で、前回のシューガーリパック皆さん覚えているでしょうかなんとね、探知機10個が780コインで売られていた、あの、すごいね、パックが、また販売されるということでね、こちらね、見ていこうかなと。 思います。皆さんもね、週替わりパックの切り替わり、ちゃんとね、金曜日のね、深夜ということなんで、え気になる方はね、金曜日の深夜は、0時になってからね、週替わりパックの内容を見て、寝ることをお勧すすめします。そしたら見ていきます。おい。ええ、あれえ、なんでなんでえ、え、探知機のやつ再販するって言ってましたよね。え、あれ コインで黄色の花びらシリーズですね黄色の花びら300枚と黄色パンジー150枚。えー、なんか先週との落差が半端ないですね。っていうかそもそも週替わりパックはそのまあちょっと前の動画で出したんですけどその探知機の表示が。 バグでね、映ってなかったんですよ。ここに探知機が表示がされてなかったから、シューガーリパックがね、すぐに発売中止になったんですけども、ただそれを直したら、シューガーリパック再販するみたいなこと言ってたんですけれども、どういうことだちょっとね、ツイッターにで情報を見てみたところ、この、ピクミンブルームの公式アカウントではない、この、ナイアンテックヘルプ JP、こちらのアカウントで、 探知機のパックに関する情報がね発信されているんですけど週替わりパック探知機10個入りの週替わりパックは8月5日から8月11日の間に発売されるということですえー、じゃあ今週の週替わりパックはまあ1週間お預けってことですかね探知機パックいやいやいやマジかなんかあのー 探知機パックの修正をしたらすぐに販売するもんだと思ってたんですけど今週には間に合わなかったってことですかね修正自体がでもねここ探知機パックなんですけど前回の探知機10個に合わせて普通の白のエキスこちらが30個追加でついてくるんですね花びらじゃなくてエキスがついてくるっていうのがまた 珍しいですよね。だから、単純に言えば、前回の週替わりパックよりも内容が良いパックが販売されるということがわかりますね。で、それでこの週替わりパックの販売で、その、ナイアンテックがね、その宣伝するぐらいのパックの内容ってことだから、やっぱね、相当お買い得であるってことは間違いないですよ、こちら。 運営がわざわざねこれを売りますって宣言するなんてことそうそうないですからこのパックはかなりねやっぱり皆さんね買い時まあ夏休みスペシャルみたいなパックなんでしょうねこちらただあのー、1個気をつけておきたいっていうかまあちょっとこちらパック自体が販売されないとわからないんですけどそのまあわかりやすい例がこれかなあの僕今エキスが白いエキスが今1000個あるじゃないですか1000個あるんですけど エキスがね、1000個あったらおそらくパック買えないんじゃないかなって思います。そう、このアイテム数が所持数上限になっていると、新たにね、課金パックとかをね、買うことって実はできないんですよ。これ僕よく引っかかってたのはスロットでして、まあ結構頑張って減らしたんですけど、例えばその、まあ、ブルームパックを例に出しますか。ブルームパックにはスペシャルスロットっていうアイテムが入っていたんですけど、このスペシャルスロットが をを超えていたらたら新に、ね、ブルーンパックを買うことができなかったんですよなんでかっていうと所持数上限をね突破してしまっているから、まあ、新たにね買うことができなかったということなんですけれどもおそらくねこのシューガーリパックもこの白いエキスがまあ1000とかまあ上限になっていたら買えない可能性がありますだからもしね8月5日になってシューガーリパックが販売されてなぜかその 購入ボタンが押せないよって方がねいると思うんですけれどもそうなった時にはねこのエキスの数を確認してみてくださいおそらくねこののエキスの数がが上限をを突破していいたらシューガーリパックを買えない可能性があります、まあ、これは当日になってみないとちょっとわからないんですけれどももしねシューガーリパック欲しいのに買えないよみたいなトラブルがありましたらこの白いエキスの容量をねちょっと確認してみてください で今話したそのアイテム所持数が上限を超えていたら追加で買うことができないってことはそのシューガーリパックをね例えば50個買いたいけどまとめて50個買うことはできないんでしょうねみたいな話に捉えるかもしれないんですけれどもあのねエキスだからねそんなに気にしなくていいですよこれに関してはなんでかっていうとエキスってほらもうあげちゃえばいいんですよピクミンにこんな風にこんな風にねピクミンにあげちゃってください ででこれで簡単に所持数上限をね下回ることができるんで、まあ、仮に花びらがね上限に達していてももし週替わりパックが欲しいんだったらまあエキスをあ、ね、ふれさせる花びらをあふれさせるか花びらをあふれさせちゃっても全然問題はないんでだからねその何個も買えないかもしれないっていうのはまあそんなに気にしなくていいかなと思います。なんでででかかっていうとエキスは簡単に消費できるからですね 簡単に消費できないいアイテムっていうのがこのススペシャルスロットなんですよこれをねなかなか一気に使い切るっていうのが難しいからそうですねアイテム所持数上限が突破していてアイテムが買えませんでしたっていう問題に差し掛かるアイテムっていうのはこのスペシャルスロットとあと花びらこの花びらですね花びらも実は一気に使い切ることがまあ難しいんで。 今回ねでも花びらじゃなくてエキスなんですよ簡単に使い切れるエキスが販売されるからまあエキスはねあ所持数上限超えてるって思ったらね適宜ピクミンに上げてねエキスの数をね溶かして所持数上限をね下回るようにしてみてください。でそれでちょっとねこれは不具合なのかなどうなのかちょっとわからないんですけれども。 えっとね、ピクミンブルームってね、実はこのナイアンテックサポートっていうホームページに飛びますと、アイテム所持数の上限という、このページがあります。ここに書いてあることは、アイテムね、上限をショップでアップグレード可能なアイテムと、その上限について書かれているんですよ。例えばピクミンだったら、ピクミンはね、2000まで上限を上げられますよとか、エキスは1000まで上げられます。花びらは1200まで上げられます、みたいなことが、まあ書いてあるんですよね。あ、ポストカードは2000なんですね。 あ、そうなんだ。ポストカードは2000まで拡張できるそうです。実は僕、ポストカード拡張をやってなくて。あ、これは知らなかったな。こんな風に持てるアイテムの上限みたいなことが記されているんですけど、え探知機の上限ってどうも100個なんですって。ただね、なんか、前回の週替わりパックをたくさん買った人曰く、探知機を100個以上ね、所持できているというね、そういった不具合なのかな。まあ、なんだこれ。仕様なのかよくわからないんですけど、 課金をしたらそのこの上限を突破して相手もなぜか持つことができているというそういった状況になっているみたいですねだから150とか200とか探知機持っている人が現実に今いるんですよ一応探知機の所持数上限は100という風うに明記はされているから、まあ、100以上買ってしまうとまあ、どうなってしまうのかっていうのはちょっと何とも言えないんでまあ、購入の数についてもちょっと考えてみるといいんじゃないかなと 思います、まあ、それは今回はねちょっとさらっとした動画になってしまったんですけど次回のね週替わりパック探知機が10個エキスがね30個入った週替わりパックは8月5日からの販売となりますこちらね販売前にね花植えをしてコインを稼いで8月5日当日に備えましょうそれでは今回はこの辺で以上とさせていただきますありがとうございました